10月12日、全国高等学校日本拳法選手権大会で優勝した谷本風さんが竹上市長を表敬訪問しました。谷本選手は今年8月、和歌山県で行われた全国高等学校日本拳法選手権大会に出場し、女子個人で優勝、女子団体で準優勝しました。谷本選手は5歳で日本拳法を始め、小中学生の頃から全国優勝、準優勝の成績を残してきました。高校進学では日本拳法の強豪校である関西福祉科学大学高等学校に進み、日本拳法に打ち込んできました。谷本さんの報告を受け、竹上市長は、全国大会に出場するだけでもすごいこと、全国制覇されるのは本当に素晴らしいことです。これからの長い人生の糧になると思いますと祝福しました。谷本選手はスポーツ医学系の専門学校に進学し、柔道整復師の資格を取ってスポーツ選手を支える仕事に就きたいということです。いろんな人と関われたし、自分の人生に必要なこといろいろ得れたかなと思います。はい、今後の活躍に期待したいですね。